今日は、女子大生が無残に殺害され、遺体と家を焼き尽くされたにもかかわらず、まだ犯人が捕まっていない、ヤバすぎる凶悪事件について解説していくぜ。ええ？そんなことをした犯人が捕まっていないなんて、怖すぎるよ。怪しい人物の目撃情報が多かったのに、犯人が捕まっていないのも、この事件の特徴だな。今回はそんな、柴又女子大生放火殺人事件、について、詳しく解説していくぜ。どういった人物が犯人なのかについても推理していくから、ぜひ最後まで見ていってくれよな。これはいつどこで起きた事件なの？1996年9月9日に、東京都葛飾区、柴又で起きた事件だな。火が燃え上がる、少し前から解説していくぜ。どう事件が起きたんだろう？まずこの日、被害者宅には、母親と21歳の女子大生である J さん、だけがいたんだ。二人だけだったんだね。そして15時45分頃、J さんは仕事に出かける準備をしている母親に、こんなに雨が降っていても、自転車で出かけるの？と声をかけたんだが、これが最後の会話になったんだぜ。最後の会話になるとは思わなかっただろうね。その後、母親は15時50分に家を出たんだが、J さんが家にいたことと、彼女の姉がしばらくしたら仕事から帰ってくることで、玄関に鍵をかけなかったんだ。大丈夫だろう、と思ってしまう気持ちはわかるけど、絶対に鍵はかけるべきだよ。鍵をかけず家を出たことを、母親は後悔しているだろうな。そして16時35分頃、家が燃え上がっているのが確認され、16時39分に隣人が通報したんだぜ。火はいつ消えたの？18時頃、内部が全焼したことで、やっと火が消し止められるんだ。1時間半も燃えてたんだ。J さんが、こんなに雨が降っていても自転車で出かけるの？と母親に言ったことを考えると、雨がかなり降っている中燃え続けたわけだな。めちゃくちゃひどい火事だったのがわかるね。そして消防隊員が J さんを発見し、病院に運ばれたんだが、死亡が確認されたんだ。J さんのご冥福をお祈りします。でもその状況だけを見たら、火の不始末で燃え上がっただけで、犯人がいない可能性もあるよね。この後の解説を聞くとわかると思うが、これは絶対に放火殺人事件だぜ。J さんはどこで亡くなってたの？2階の両親の寝室にあった、父親の布団の上だな。彼女には夏用の掛け布団が頭から被せられていて、布団の両端は、体の下に挟み込まれていたんだ。そして彼女の首の右側には、刺された跡が6箇所もあったんだぜ。ええ？何それヤバすぎる。ちなみに刺されたことによる出血多量が、彼女の死因だな。そんな残酷なことをした犯人を許せないよ。さらに J さんの口には粘着テープが貼られていて、両腕はテープで、両足はストッキングで縛られていたんだぜ。縛られた後に殺されたのかな？腕には抵抗したと思われる傷が数箇所あり、その傷の上から縛られていたんだ。そのため、縛られた後に首を刺され、殺害されたと考えられているな。そこまでする必要ないじゃん。身動きできないようにして口まで塞いでるのに、どうして首を刺したのかな？顔を見られたことで殺害したのかもしれないな。そして証拠隠滅のため、仏壇にあったマッチを使い、1階和室の押し入れに放火した、と考えられているんだ。本当にひどい事件だね。J さんは21歳の女子大生なんだっけ？もしかして強姦されてたの？彼女の着衣に乱れはなく、性的に襲われた形跡はなかったぜ。強姦目的じゃないなら、何か盗まれてたの？戸棚の引き出しに物色された跡があり、父親がその中に保管していた。91万円札が1枚なくなっていたんだ。お金目的だったんだね。だが洋服ダンスにあった預金通帳や、J さんのリュックサックの中の現金は無事だったんだぜ。犯人は J さんを殺害した後、焦って戸棚だけを見て、他の場所に意識がいかなかったのかな。その可能性が高いな。被害に遭ってしまった J さんは、一体どんな人だったんだろう。明るく元気なだけじゃなく、努力家で頭が良かったそうだぜ。さらに英語が好きで、世界で活躍するジャーナリストを目指していただけじゃなく、小中学生に英語を教える、ボランティアサークルに参加していたんだ。ボランティアをしてたなんて、良い人だったんだね。そして事件が起きる2日後には、アメリカに留学する予定だったんだぜ。せめて留学後なら、彼女が死ぬことはなかったのにと思ってしまうよ。そんな J さんに対する、遺族の言葉も紹介していくぜ。突如として家族を奪われ、絶対に辛いよね。どんなことを言ってるの？まず彼女の姉が、目標を立てて、決めたことに突き進む妹だった。大学に入って留学もして、将来は開けていたはずなのに、自分が変わってあげたかった、と語っているんだ。気持ちが痛いほど伝わってくるね。
そして2020年、警視庁に保管されていた J さんの遺品の一部が、遺族に返却されたんだぜ。どんな遺品があったの？友達との飲み会や旅行などを楽しむ J さんの写真や、彼女が英語を教えるボランティアに使った教材、そしてボランティアを終えた際に、友人から送ってもらった寄せ書きなどだな。J さんが生きた証だね。この寄せ書きが書かれた厚紙は、日により一部はすすけていたんだが、明るく素敵な笑顔に救われる、みんなを引っ張る力がある、といった彼女の人柄がわかるメッセージが、たくさん書かれていたんだ。本当に素敵な人だったのがわかるね。そしてこの遺品を受け取った J さんの父親が、これから、世界に羽ばたこうとしていた矢先だった、無限の可能性があったのに無念だ、と話しているんだぜ。聞いてるだけで涙が止まらないよ。他にも何かコメントしてるの？私たち被害者家族の気持ちに、事故はあるのでしょうか。逃亡中の犯人に対する憤りは、増大するばかりです。死刑に相当する凶悪事件の控訴時効の撤廃を目指して、活動を進めていきたいと考えております、とも話しているぜ。犯人を許せるわけないよね。あれ？でも殺人事件の場合、時効って存在しないよね。2010年4月に、法改正が行われた後はな、父親の発言は法改正前のもので、もし法改正が行われていなかったら、2011年9月に時効が成立していたんだぜ。時効が迫ってたんだ。こんなことをした犯人が大手を振って歩けるようになるなんて許せないし、時効が撤廃されてよかったよ。本当にな。そして父親は他に、今この瞬間も埋もれた情報があるとすれば、これほど残念なことはない。些細なことでもいいので、情報を届けてほしい、とも話しているんだ。事件からかなり時間が経ってしまったが、もし何か知っている人は、警視庁亀有署捜査本部に連絡してくれよな。今からでも事件が解決するといいな。ちなみに、2003年に J さんの父親が、犯人に結びつく情報提供者に対し、500万の懸賞金を支払うと発表したんだ。そして記者会見で、犯人像すら浮かび上がってこない。親として、泣き娘にしてあげる最後の手段。藁にもすがる心境。私にとっては、お金なんか問題ではなかった、と話しているんだぜ。娘さんのことを、本当に大切に思っていたことが伝わってくるね。でも警察ではなく、父親が懸賞金を支払うの？警視庁が公費で懸賞金を負担する、捜査特別報奨金制度が導入されたのは、父親の会見から数年後である、2007年なんだ。そうだったんだ。そして父親からの報奨金500万と、報奨金制度の300万を合わせた800万が、この事件の情報に対する報奨金なんだぜ。そこまでしても、事件解決につながる情報は集まらなかったんだね。残念ながら、そういうことだな。現場に犯人が残したものはなかったの？まず J さんの手を縛り、口を塞いでいた粘着テープだな。これは被害者宅にあったものではなく、外部から持ち込まれたものだぜ。このテープには3種類の犬の毛が付着していたんだが、J さん一家は、犬を飼ったことが一度もないんだ。犯人は、少なくとも3匹の犬を飼っていた可能性が出てきたね。ちなみに使用された粘着テープは、静岡県の工場で、1994年1月以降に作られたものだと判明しているんだぜ。そこまでわかってるなら、購入者を調べたら犯人がわかりそうだね。全国に流通しているものだから、それは不可能だな。考えてみたら粘着テープだし、そうだよね。そして2階の仏壇に置かれていたマッチ箱が、1階の玄関付近に落ちていたんだが、マッチ箱から、布製の手袋で触った痕跡が検出されているんだ。犯人は指紋を残さないようにしてたんだね。だがこのマッチ箱からは、A 型の血液も採取されたんだ。J さん一家に、A 型の人間はいないんだぜ。犬をたくさん飼っていた、A 型の人が犯人っぽいね。でもどうして血液がついてるの？ J さんにかけられてた布団にも、同じ DNA 型の血液が付着していたんだ。彼女が抵抗した際、犯人に傷がついたんだろうな。J さんの腕にも傷があったし、激しい攻防だったのがわかるね。他に手がかりはないの？ J さんの両足が、ストッキングで縛られていたことは言ったよな。その縛り方には、からげ結び、と呼ばれる方法が使われていたんだ。からげ結び？和服着付け、舞台衣装、腰回収、造園。電気工事、足場組み立て、土木関係などの業種で使われる結び方だな。霊夢がわからなかったように、それらの業種じゃないと知らないやり方だぜ。かなり重要な情報だね。犯人の職業がかなり絞られるよ。だが現在でも事件が解決することなく、犯人は逃げ続けているんだ。許せないことだね。早く捕まって、しかるべき裁きを受けてほしいよ。事件に関する目撃情報を募ったところ、いくつもの情報が寄せられたんだ。
次はそれを紹介していくぜ。どんな目撃情報があるの？まず事件前日の早朝、J さん宅近くで、ふざけんな、ぶっ殺すぞ。と叫んだ後、軍歌を歌いながら、自転車で走り去った男が目撃されているな。めちゃくちゃ物騒な男だね。そして次は、事件当日の9時から15時までの間、近所の公園で、怪しい白い手袋の男が目撃されているんだ。マッチ箱には、布製の手袋で触った痕跡があったと言ってたよね。その男、かなり怪しいよ。事件があったのは9月で、手袋をしている人なんてまずいないからな。他にはどんな情報があるの？事件当日の朝、近くの駅で、J さん宅がある地域の場所を、主婦に尋ねている中年の男がいたんだ。そしてその目撃情報と似た男が、15時30分頃に黒い傘を差し、現場から約15メートル離れた場所に立っていたそうだぜ。さらにこの男は、15時55分頃にも別の人に目撃されているんだ。現場からそんな近い場所に雨の中30分も立ってるなんて、犯人だとしか思えないよ。J さんの母親が、家から出るのを待っていたのかもしれないな。そして事件の3日前、40歳前後の男が現場付近の家に入り込み、追い出されているんだぜ。そしてこの男は、他人の家の前でライターをいじったりと、不審な行動をとっていたんだ。違う家に入り込んでた奴がいるんだ。しかもライターまでいじってたって、絶対そいつが犯人だよね。私もそう思うぜ。そしてこの40歳前後の男と、事件直前に家の近くに立っていた男は、同一人物である可能性が高いな。家の近くに立っていた男は何歳くらいなの？目撃者によると、30代後半だぜ。年齢も近いし、本当に同一人物な気がするよ。他には、16時30分から40分頃、つまり火がつけられた直後の時間帯だな。白い手袋をした20代前半から30代の男が、雨の中傘も差さず、現場付近から駅の方に走っていった姿も目撃されているんだ。また白い手袋をした男なんだ。タイミングを考えると、その走っていった男が犯人だと考えて良さそうだね。まとめると、事件の3日前、近所の家に入り込んだ男。事件当日、9時から15時までの間、近所の公園周辺をうろついていた白い手袋の男。事件直前、J さん宅の近くに立っていた男。そして事件後、駅の方に走っていった白い手袋の男の目撃情報は全て同じ人物であり、J さんを殺害し、家に火をつけた犯人である可能性が高いぜ。どれも有力な情報だと思うけど、犯人は逮捕されないんだね。監視カメラが増えている現在なら、また違っていたかもしれないな。次は、犯人に関するいくつかの説を解説していくぜ。まず、J さんの顔見知りが犯人なのではないか？という説があるんだ。どうしてそんな説が出てきたの？出かけている父親のスリッパが、2階にあったからだな。出かけてるなら、スリッパは普通玄関にあるはずだね。それだけじゃなく、父親はこのスリッパを、1階でしか使用していなかった。という情報もあるんだ。つまり J さんは、訪ねてきた知り合いに父親のスリッパを履かせ、2階の父親の部屋に案内したところ、殺されたのではないか？と言われているんだぜ。確かに無断で侵入した犯人が、わざわざスリッパを履くのは違和感あるもんね。そして J さんが留学の2日前に殺されたのも、彼女が留学するのを知っている者の犯行に思えなくもないよな。見計らったようなタイミングだよね。それなら、J さんの学校の交友関係を調べたら何かわかるかな。彼女が通っていた学校は、キリスト教のカトリック大学で、簡単に調べられる場所ではないんだ。下手をすると、外交問題になる可能性もあるそうだぜ。生徒の命が奪われてても調べるのが難しいんだ。そして実際にどうだったのかわからないが、J さんが通っていたサークルが宗教関係のもので、そこで何かしらのトラブルがあり、殺されてしまったのではないか、という説があるんだ。いくらなんでもそこまでするかな。一応解説したが、私も学校関係者が犯人である説は低いと思うぜ。ただスリッパのことだけじゃなく、犯人は母親が家を出る時間を知っていて、J さんが一人になるところを狙ったのでは？という見方をすると、J さん一家のことを知っている人間が犯人なのかもしれないな。どうなのか気になるところだね。他にはどんな説があるのかな？ J さんのストーカーが犯人なのでは？という説があるぜ。まず事件の約10日前、彼女の友人やアルバイト仲間が、送別会を開いたんだ。留学するからだね。そして送別会が終わり、0時頃一人で帰っていた J さんだったが、突然最寄り駅に行き、公衆電話から自宅に電話をかけたんだぜ。どんな内容だったの？誰かが後ろをつけてきて、道を曲がっても、次にまた曲がってもついてきた。だから駅まで戻った、という内容だな。つけられてたんだ。
そして母親が駅まで迎えに行き、自転車を二人乗りして帰っているんだ。この時、付近に怪しい人影はなく、変な人はいなくなったね、と、母子で話していたそうだぜ。事件の10日前にストーカーされるって、その付きまとっていた人怪しすぎるね。事件直前に目撃された、怪しい人物と同じやつかもしれないな。そして J さんは、歯医者に行った帰りに、私に何かあったら、歯の治療痕でわかるね、と話していたんだ。そのことで、彼女は命の危険を感じていたのでは?と考える人もいるんだぜ。冗談で言っただけなのか、それとも普段から狙われてる気配があったのか、判断に困るところだね。ただ J さんに性的暴行をされた跡がなかったことから、ストーカーが犯人である可能性は低いのでは?と言われているんだ。確かに J さんを縛ることには成功してるし、ストーカーが犯人だとするなら、殺害だけするのはおかしいね。世の中には、人を殺害することに快感を覚える異常性癖の持ち主がいるから、完全に否定はできないがな。これから解説するのが、私が真実に近いと思う、空き巣犯人説だぜ。戸棚が物色されてて、中から91万円札がなくなっていたんだっけ。状況を考えるとこの説が一番信憑性あるけど、16時過ぎなんていう目立ちそうな時間に、空き巣なんてするかな?公安の元捜査員が、夕方4時というのは、実は空き巣が多い時間帯だ。買い物に行く数分の間を狙い、少額でも盗んでさっさと次の家を狙う。こうした手口に巻き込まれた可能性は、否定できない、と証言しているんだ。夕方って空き巣が多いんだ。霊夢のように、油断してる人が狙われるってことだな。母親が自転車で出ていくのを見て、さらに車もなかったことで家に誰もいないと思った犯人は、J さん宅に侵入した。そして J さんに顔を見られた犯人は、彼女を縛り、殺害した。と推測できるぜ。彼女が殺されてたのは、2階の両親の部屋だっけ。場所は J さんが逃げ込んだ先と考えられるけど、2階にあった父親のスリッパはどう説明するの?足跡を残さないため、犯人が履いていたんじゃないかな。だが J さんを殺害したことで焦った犯人は、スリッパのことなど忘れ、適当に戸棚を漁り、火をつけ退散したのではないか、と私は考えてるぜ。それなら、留学の2日前に殺害されたことや、ストーカー被害に遭ったのは偶然ってこと?私の考えではそうなるな。だが、空き巣が放火までするだろうか?という意見もあるんだぜ。とある捜査関係者が、過去の経験上、この手の物取り程度の犯行でここまでした人間は、外国人以外聞いたことがない。しかし、いろいろな目撃証言が出ているが、外国人の目撃証言はない、と証言しているんだ。J さんを縛るだけならともかく、殺人までしたら罪が格段に重くなるもんね。これについて私は、執行猶予判決が下されていた人間が犯人なんじゃないか、と考えてるぜ。捕まると実刑になってしまうから、自分の顔を見た J さんを殺害するしかない、と犯人が思ったということだね。追い詰められた人間は、何をするかわからないからな。証拠を少しでも消すため、家に火をつけてもおかしくないぜ。私も空き巣が犯人だと思えてきたよ。ただこれはあくまで私の考えだから。よかったら視聴者の皆さんの推理も聞かせてくれよな。同じ意見も違う意見も大歓迎だぜ。コメント欄にお願いね。じゃあ今回は、柴又女子大生放火殺人事件について解説してみたぜ。放火だけじゃなく殺人までするなんて、決して許しちゃダメな犯人だね。そういえば、燃えてしまった J さんの家はどうなってるの?彼女の両親が、防犯や防災に役立ててほしい、と、無償で地元の消防署に貸し出しているようだな。娘の命を奪われてるのに他の人を思いやれるなんて、素敵な両親だね。そしてこの敷地には、J さんの冥福を祈る地蔵が置かれていて、命日になると、家族が手を合わせに行ってるそうだぜ。家族の気持ちも考えると、いち早く事件が解決することを祈るけど、事件から約30年も経ってるよね。もう犯人が捕まることはないのかな。正直、捕まる可能性は低いと言わざるを得ないな。30年も経つと犯人の人相も変わっているだろうし、怪しい人がいたとしても、証拠を立件することが難しいぜ。犯行に使った道具とかは、とっくに始末されてるよね。だが J さんの遺族や警察は諦めず、捜査は続いているんだ。事件を風化させないため、この動画が少しでも役に立つと幸いだぜ。途中でも言ってたけど、何か知ってる人がいたら、警察に連絡してね。そして少しでも家を出るときは、絶対に鍵をかけてくれよな。5分だし大丈夫、とか、そんな考えが一番危険だよ。ということでこのチャンネルでは、世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り、今後このような被害に遭わないために役立てていただけたら幸いだぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。